中カカブラストラン。その後、ここで引くわけには。ちょっとエンジン音が大きくなっていますね。ちょっとまずいかも。死んだ。うっそ。多分エンジン焼き付いた。おお、マジヤバくね。とりあえず助けを呼んだ。エンジン停止から2時間経ちました。冬用のジャケットを着ていてもやっぱり寒い。車やバイクがバンバン通っていくのは羨ましい。ただ待つだけではやることがない。日が傾いてきた。結構寒い。軽トラで実家から助けに来てくれた。やっぱり茨城県から来ると3時間以上はかかった。助かった。本当にありがとう。これで株を積んで帰れる。軽トラ1台あると助かりますね。マジで助かったわ。ありがとう。とりあえず軽トラに乗せました。やっぱあれかな、オイルかな。エンジンのダムなんでしょう。結構回したわけだ。普通にほら車の長い乗ってと軽くなってと壊れるのに、なんかあるのかな。まあ安いだけあるだろう。それはね。まああれだけどな、他のさ、バルブ見たらバルブ系やっぱ中華の方が遅いかな。ちょっとしたらかな。なんで動かなくなってたんだろう。で前回はほら、キック降りたじゃん。あれはほら、シリンダーっていうかもう、内圧なくなってたんだ。今度は全然キック降りないから。俺はもう、ナビに来たから、まっすぐに。まっすぐに行けた。これ上したいんでしょ。知らん。多分。これからバイクをどうしようか。何するの？ウイングホンダにバイクを見に来ました。モンキー125もいいですよね。いろいろなカラーリングがありますね。本命のスーパーカブ125です。ちょっと大きいかな。こちらが標準のスーパーカブです。クロスもいいな。隣はクロスカブ110です。
110cc でも金額が高いですね。限定車のクロスカブですね。黒と赤のカラーリングがかっこいいですね。今年ハンターカブが発売されるからね。やっぱり C125 が気になります。装備は現代風になっているから値段が高い。2台が狭いから変更しないとね。高速乗れないんだよね。ハンターカブも欲しいですよね。フロントディスクブレーキがいい。120キロまで書いてある。そろそろ修理を始めるか。やったね。次回からスーパーカブ改造計画スタートのはず。さようなら。